さん。コンビニコンフェッションズです。スパゲッティスパゲッティ今日は錦糸町の皆さんにインタビューしたいと思います。パフダディの逮捕についてどう思いますか？バビロンはやっぱファックだなって。なるほど、はい、パフダディノープログラム。パフダディ好きです。わかんないです。パフダディ知らないんですか？知らないです。あのビギーってわかりますか？ビギーわかります。トゥーパックを殺したかも。何で逮捕されたんですか？あ、トゥーパック殺したみたい。殺したかもしれないって。勉強しましょう。実はあの僕は初めて錦糸町に来てます。錦糸町のことを知らない人にちょっと説明してください。はっきり言うと東の新宿ですね。西のやっぱ繁華街は新宿じゃないですか。東は錦糸町なんですよ。はい、らしいです。あの僕あの初めて錦糸町に来ました。楽しいですか？ようこそって言わないの？ようこそようこそ。錦糸町の一番いいところは何ですか？面白い人がいっぱいいる。一番面白い人とか面白いことを見たのを教えてください。ピカチュウが歩いてた。本物の？はい、ピンクの髪の毛でランドセル背負ってそこで踊ったりしてんですよ、おじさんで。その人が面白い人かな。なんであのこの仕事辞めてタイの田舎に引っ越してあのピラティスの先生にならないんですか？英語が喋れないから。多分タイ語を喋ってると思う。タイは。あ、タイ語も喋れない。あ、残念。あの錦糸町の一番いいところは何ですか？錦糸町のいいところ、明るい方が多い。今の若者の課題は何ですか？なんだろう、コミュニケーション能力がない。お金がない。子供を産んでないことですかね。何少子化とかあれですかね。もう頑張ってほしいかな。頑張ってほしいですかね。自分を見つけることかなって。あ、深いですね。はい、深いです。今の若者たちはあのガールズバール、ガールズバールあるじゃん。あのガールズバールで、うん、まあみんな若者行ってる。一時期日本であのフィリピンがブームだった。その後ロシア多国籍がブームになって、日本のキャバクラはあのどんどんなくなっちゃって、最近あの素人じゃあのどこでもあのボード貼って、あの3000円とか2000円でボード貼ってるじゃん、女の子たちで。今の若者たちはそこにハマってる。だから他の外国人の飲み屋がもうこうなっちゃって、でみんな生活できないからあのぼったくりしてる。錦糸町に来たことない皆さんに一言ありますか？錦糸町来る際はガールズバーとかキャバクラとかご利用になってください。この顔見たら安くしますよ。あ、とてもサンキュー。ありがとうございます。仕事の後になんか一番好きな番組とかありますか？家帰ったらですね、まず9時に家帰るんですけど、とりあえず子供を寝かして3時に毎日オナニーしてますね。よかった。でこの間ちょっとオナニーしたんですけど、精子が血が出ちゃって、明日ちょっと病院行こうかなと思ってます。ちょっとお大事にしてください。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は錦糸町でどんな気分ですか？気分最高。最近自分のこと偉いねって思った時はいつですか？1週間ぐらい前かな。どんな感じだった？転んだおばあちゃん、車椅子のおばあちゃんを助けた。素敵。素敵でしょ？すごくいい。すごくいい。今日は仕事。今日はお仕事です。どうですか？忙しいですか？暇です。ちなみに彼女募集中です。皆さんに一言。皆さんに一言。錦糸町から世界へ。あ、錦糸町から世界へ。彼氏募集中です。あなたレーパーじゃん。あ、ラッパー、レイプじゃない、ラップ。レイプじゃないです。錦糸町の一番いいところは何ですか？まあ、あの、いろいろあるから、あの、たぐりの街です。あの、だからお客さん減ってます。うちら店やってもお客さんいない。今、3連休だけど、金曜日で、あの、誰もいないよ。どうやって、あの、お客さん増えればいいんですか？物価上がっちゃったから、政府がサラリー上げないとみんな大変だから、だから遊べない。お酒よりいいものは何ですか？お酒よりいいものはバーベキュー。自分バーベキュー好きだから。あ、そうですか。ベランダでいつもやってるから。何のバーベキューやりますか？ラムとビーフとチキン、タンドリーチキンとか。なんで、あの、錦糸町って世界一の美人がいるんですか？世界中の美人なんでいるんだろう。怖くないからじゃない？街が。あ、いいですね。渋谷とか新宿と比べた怖いですね。うん、よりも落ち着いてるからじゃない？最高ですね。うん、感謝です。はい。
それは金賞が日本で一番輝いてるから。あよかった。金賞やっぱ夜の街なんで。なんでですか。鎌倉とか多いんで、女の子系のお店が多いんで、やっぱ可愛い女の子もいっぱいいます。よく寄りますか、キャバクラ。たまに。めちゃくちゃ行きます。掃除機ですって一番気持ちいいものは何ですか。掃除機ですよね。カキピーです。あ、いいですね。はい、仕事の後電車乗って、あなたの肩にね寄りかかって寝てて臭かったら、何の携帯のゲームやりますか。クラウアです。あ、いいですね。とてもサンキュー。オンベリベリサンキュー。オン。はい、お疲れ様です。わ、電車乗ってて隣の人が寄りかかってて寝てて臭かったら、何の携帯のゲームやりますか。いや、僕が臭いんでどうしたらいいでしょうか、これは。なるへそ、はい。ゲームじゃないですけど、競馬が好きなんで、とりあえず地方競馬見てますね。パズドラ。とよ。つむつむ。パワープロ。プロスピ。地面師。基本的にパズドラしかしないから、多分パズドラをします。得意ですか。下手くそだね。あ、もっとレベル上がりましょう。ガチャが当たらないんです。ガチャが悪いんです。俺が悪いんじゃない。これから楽しみにしてることは何ですか。今大学生なんですけど、まあ、大学 3,4 年を楽しみにしてます。自分でやっぱ居酒屋出したいって意味あるんで、やっぱ居酒屋出すことですかね。飲んで悲しくなるお酒は何ですか。テキーラ。ラムネサワー。レモンサワーです。テキーラです。金賞の一番悪いところは何ですか。汚い。汚い。なんか今までの人生の後悔とかありますか。家の中でうんちとゲロとおしっこ一緒にしました。中学生の時に電子タバコ吸ってママを怒らせたことです。学校に行かなかったことです。あなたはスパゲッティのソースだったら何のソースですか。カルボナーラス。 ありがとうございます。 100% カルボナーラス。ありがとうございます。カルボナーラスね。カルボナーラ。ホワイトソース。カルボナーラ。あ、ミートソースで。トマトソース。ペペロンチーノ。ミートソース。ミートソースかな。アラビアータ。ボンゴレ。え、ミートソース。ボンゴレです。ケチャップっすね。ミートソースですかね。テムト。テムト。うん。テムトソース。そう。チーズ。チーズソース、はいはい、カルボナーラだね。ミートソースですね。自分はミートソースですかね。カルボナーラですね。ミートソースです。ちなみに彼女募集中です。お腹壊してる時に何の歌を歌いますか。隣のトトレです。カルボナーラの歌。ヤングサグの裁判が始まってからもうすぐ1年なんですけど、判決はどうなると思いますか。これは無罪。無期懲役。パフダディの逮捕についてどう思いますか。わかんない。これはもう無罪。自分だけしかやらない音を出してください。いやいや、世の選手権です。ラーメンの隠し味で使われたら何が嫌ですか。メロンとかですかね。ああいうのはちょっとラーメンに合わないですね。くるぶし。あ、いやいやよ。ラードです。古い松茸。明太子。ごぼう。ミルフィーユ。セロリ。セロリ。いや、分からん分からん。入った。あ、ごめん。イスラム教徒なんですよ。あ、本当ですか。はい、ハーフですか。ハーフです。週に何回ラム肉食べますか。週に3回ぐらいラム肉は食べます。今日は仕事ですか。今日今仕事中です。忙しいですか。今日暇でした。なんで。女の子のお店来てるのにドリンク一杯も出さないお客様は消えてください。皆さんお願いします。なんかこれから楽しみにしてることとかありますか。なんか未来。バックパッカーになりたいんですよ。バックパッカー。あ、いいですね。山に行ったり。山に行ったり海に行ったりしたいです。もし仕事終わってからなんか電車乗ってて、隣の人があなたの肩に寄りかかってて、めっちゃ臭くて座ってたら、何の携帯のゲームやりますか。携帯のゲームやるどころか、その携帯持ってそいつの頭バシンと叩いて降ります、その電車。あー、いいね。さすがバックパッカー。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。すごいです、美人。ありがとうございます。最高です。最高ですね。今日はお酒飲みますか。飲む。いっぱい飲む。何を飲むんですか。シャンパン。どこで飲むんですか。ここね。ここ。ロシアンルーレット。はい、そうです。これが錦糸町の一番いいお店。はい、いいですね。ショータイムありますね。あ、ショータイムあるんですか。ナンバーもやります。あ、これからですか。はい。あ、見たいですね。錦糸町から世界の皆さんへ一言最後にお願いします。皆さん、日本来たら東京に来てください。錦糸町も楽しい街です。1,2,3 コンビニコンフェッション。